豊平京ダム、方平京ダムは、札幌市南区上山系、一級河川、石狩川、水系豊平川の上流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、石狩川開発建設部が管理する、特定多目的ダムで、豊平川の治水、また、札幌市の水源として、上山系ダム、小樽内川と共に豊平川ダム、 統合管理事務所によって運用れている。高さ102.5メートルのアーチ式、コンクリートダムで、道内では、奥ニーカップダム、ニーカップ側とこのダムの2機しか、アーチダムは存在しない。ダム湖は、定山湖と呼ばれ、四骨島や国立公園内にあり、紅葉の名所としても著名である。豊平川は、石狩川水系下流部の主要河川の一つである。 ふれたけ付近を水源として、北に流路を取り、途中ダム地点を通過後、薄別川を合わせ、低山系温泉街を流れる。小樽内川を合わせると東に流路を変え、途中北海道電力の水力発電所、市の沢ダム、富山ダム、藻岩ダムを経て、石山大橋付近で、札幌市中心部に入る。その後は、札幌市中心街を貫流しながら大胸北東に流路を変え、 札幌市と江別市の境を流れて石狩川へと注ぐ。かつては旧豊平川として江別市内を流れていたが、流路を直線化するショートカット都市水路、小水路によって現在の流路となった。ダムは豊平川の最上流部に建設された。なお、豊平の読み方は川の名前は豊平と読むが、ダムの名前は公平と読む。 札幌市内を管流する豊平川は、蛇行を繰り返していたことから、たびたび氾濫を繰り返し、大きな被害をもたらした。これに対し、沖野忠夫による石狩川改修事業の一環として、豊平川の流路を直線する工事が行われ、蛇行は修正された。だが戦後になると人口は増加の一途をたどり、水需要、電力需要は、次第に逼迫。 大雨や融雪による洪水の被害も後を絶たなかった。こうした中で、豊平川にダムを建設し、札幌市と石狩川下流域を洪水から守り、合わせて上水道と水力発電による電力を札幌市に供給すべく北海道開発局、石狩川開発建設部は、豊平川総合会事業を策定。その中心として、古くから、 謙遜な峡谷として知られていた豊平郷地点にダム建設を計画した。ダムは1965年、昭和40年により建設が開始され、7年の歳月をかけ1972年、昭和47年に完成した。豊平川及び石狩川下流の洪水調節、札幌市100万人への1日あたり、最大52万立方メートの浄水道供給。 北海道電力豊平橋発電所による認可出力5万キロワットの水力発電が目的である。特に上水道については札幌市の水道需要の98%を供給している。その後も札幌市の人口は増え続け、住宅地増加による地水安全度の低下と上水道需要の増大が懸念されたことから1989年平成元年には ダムから定山系温泉を挟んで、北側の左支線、村内側に高さ117.5メートルの重力式、コンクリートダムである定山系ダムが完成した。下流には札幌の奥座敷と呼ばれる定山系温泉がある。ダム湖である定山湖の名称は、定山系温泉の海祖である僧侶、微仙定山の名前にちなんだもので、 上山系観光協会が観光の発展のために建設省に要望して命名された経緯がある。2005年、平成17年には札幌市の推薦により財団法人ダム水源地環境整備センター選定のダム湖100選にばれた。また上流部の国有林は奥ただし山系国有林水源の森として林野町が選定する水源の森100選に選ばれている。 定山圏、定山湖、豊平峡は屈指の紅葉の名所として知られ、秋には札幌市民や観光客が大勢訪れる。現在、豊平峡ダムの近くには遊歩道、展望台、レストハウス等が整備されているほか、豊平峡、ダムミュージアム、ひふみみは舐めがある。ダムも毎年4月から10月にかけては観光放流を実施している。また、 ダム天場から見下ろす豊平橋の風景も観光客の目を引きつけている。かつては下流から豊平橋を散策できる豊平橋ハイキングコースもあったが落石の危険性が高いという理由で現在は閉鎖されている。下流には定山系温泉のほか豊平橋温泉、札幌市定山系自然の村もあり、入浴やキャンプと合わせて訪れる市民や観光客も多い。 市骨島や国立公園内にあることから環境保護のためにダム入口の冷水トンネルからダムサイトまで一般車両、バイク自転車の乗り入れは通年禁止となっている。したがってダムに行くにはトンネル入り口にある冷水駐車場より電気バスに乗って行くか徒歩で行くことになる。電気バスの運行は千九百七年昭和五十年より始まったが。 当時は遊園地でよく見られたような左右吹き抜け構造の連結式バスであった。その後1982年、昭和57年により、ダイハツデルタが2代目となり、現在はトヨタコースターハイブリッドが3代目として運行されている。同社は北海道内では寒さによる蓄電池の出力減衰の問題から市販車としては発売されておらず、道内では唯一。 当期間に運行を休止する、このバスのみ運用されている。運行は8時45分から16時30分までとなっており、トンネルの福井が狭くすれ違い不可能であることから、バスが駐車場、ダム両方の停留所に到着すると出発する。途中では球団の滝などの後継感があり、あえて徒歩、片道30分程度で向かう観光客も少なくない。 環境保護を目的にダムまでの道路を一般車両通行止めとしているのは他にひくろべダムや高瀬ダムがある。豊平京ダムへは国道230号を上山峠温泉、中山峠方面へと進みダム入口の看板が見えたら豊平京温泉入口の交差点を曲がる。その後直進して冷水駐車場で車を止めて電気バスに乗車する。上山峠温泉。 豊平京温泉からのシャトルバスも1日後、往復運行している。車の場合、通常ダムへは、札幌駅、小樽駅より約1時間で到着できるほか、東屋湖、二世湖から約70分、四国湖、陽亭山から約50分で到着できるため、観光ルートの一つとして組みやすい。ただし連休中や、紅葉の時期はしばしば、上山系温泉まで国道230号は、 上下線双方が行き帰りで大渋滞を引き起こす。このほか、国道230号線上山系トンネル出口から、林道を徒歩で約40分ほどのところに、ダム湖上流部にかかる豊平京大橋がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。